はい、6月26日、25日。クソメガネ。これはなんか。クソメガネ。クソメガネ。なんで？クソメガネ。メガネ、メガネはね、印象悪いね。メガネ取ってみて。取って。その合コンみたいなのに。いや、俺合コン行ったことないからわからん。あ、そう。あるやろ。学生あった。学生の時はあったと思うけど、学生の時ちょっとメガネ取ってみてよなんて会話を聞いたことない。そう。そういう これしてじゃあ何が生まれるのって話。あ、ちょっとアンケート取ろうよ。うん、じゃあなんかさ、うん、え、見えへんやろ。ほんまに見えへん。じゃあコンタクト買ってきたらいいやろ。買ってきたらいいやろって。もうコンタクトつけたら見えるんやろ。あ、見える。でもこれね。違うよ。なんでこれだから何撮ったのにつけんねん。じゃあこれないとほんまに何も分からへんねん。全部ぼやける。カメラはギリあるの分かるけど、うん、そのボタンのスイッチも分からんし、キャノンの位置も見えるし。いや今君が見えてるかどうかじゃなくて、あの視聴者様が君の顔これを見せたいからやってるわけやから、君が見えるかどうかどっちでもいいねん。そういう需要じゃないよ。このチャンネルとこの動画はそういう枠じゃないよ。いやでもなんかやっぱり違う人みたいで。違う人、どういう人なの？目つき、自分の目つき悪いと思ってるから。そんなに。いやなんかね、メガネかけてたら、うん、ディスってるわけじゃないけど、ちょっとこう素朴な感じ。なんか田舎から来ましたっていう。実際田舎から来たからね。まあそうや。俺もそうだ。俺より田舎やし。いやさあ、まあ変わらんやん。青森と福井比べる、ここで。どんぐり。まあ、なんかこっちの方が渋い。あの渋いってなんかかっこいい。大阪には合ってる。やばいわ、この感じで。俺がさ、君を坊主にその仕立て上げたその雰囲気を疎んで、え、似合ってるよみたいなふうに言いながら、このまま乗せてったらどうなるんだろうみたいな、そういうその匂い感じで。いいんちゃう、別に。でもそれで、あの今月はメガネしませんで、今月はメガネしますなんかそうなんだよ。誰が喜ぶんすよ。いや別に誰も見てないから。見てない。誰も見てない。いや見とるやん、視聴者900、ね、登録者数900人いったやんな。900人いきましたもうなんかやっぱりやってると1000超えてな、100万人とか超えて億万長者になるやん。どこのそう、ずっと先の話だな。いやならんで、まあ、このペースでいったら50年後ぐらい。例えば、なんかたまたまカメラを映してる時に、そうなんかこう交通事故に遭いそうな人をグッてこう救って、で、大丈夫ですかみたいな感じの、そういうものすごいそのドラマチックなそのヒーローの絵が偶然撮れて、で、まあ、それを警察からなんか表彰されて、実はその時の動画ってこんな感じなんですよみたいな。いや、嫌味なくこう公開したときに、まあ、なったりする。もしくはもう大炎上。なんか何の話これ分からん。したら100万人のその登録者数になるかもしれない。100万再生はまあね、なんかそういうあるんやろ、たまにそういうことって。卓球の動画でどうやったら100万再生いくんかな。いや分からん。とりあえずジョレホイさんとかね、100万ホセイっていうふうに叫んだらやる。いや、あれはやっぱりそのやろうと思ってやるとダメやろ。そうや、違うんだろ。力出なかったね、あの放水は。で、そうやな。でもさ、君もともと卓球してないわけやんか。してないよ。もうちょっと卓球してない人とコラボレーションして、なんかこんな活動をしてるんですけど、例えば異業種の人に、その、なんていうの、飯持って行って、こんな活動してるんですよ。なんか、ボランティア活動みたいな。こういう仕事してるんですみたいな、そういう感じ。そうそうそう。で、なんかこう、例えばサッカーやってる人だって100万とかおるんちゃう。初心者からやりましたとか、同じような企画ないんかな。そういう人とちょっとコラボして対談するとか。もうその人さ、初心者から、ちょっとそれ探そうよ。初心者からなんかスポーツ始めた YouTube、あるかもしれん。あ、そうだな。もうちょっと思いつきやけど。なら、その人にメッセージやって、僕もこんなんやってるんですけど、どなた対談しませんかって、向こうが登録者50万人ぐらいいたらさ、俺ラッキーや。俺は何発想規制中やな。いやでもそういうもんなんじゃん。
で実際そうだったりする、うん、だからそれでみんなそのなんていうの、コラボっていうかなんていうのかな、うん、なんか一緒にやるよ、そういうのなんだ、うん、なんかみんな一緒に やったらだって別に見てる人はお金払って見てるわけじゃないやから、遠くからいきなり来てさ、メントスコーラお願いしますみたいな感じでヘズマリみたいな感じで行ってまあそのそうそう、ちょっと探してみてや、うん、探してみて、あの初心者から何かスポーツ始めましたっていう俺らがやってることの他のスポーツ番のことやってる人と、うん、で登録者数がどれぐらいおるかをちょっと見てやな、そうな大丈夫、この動画なんて見ないから向こう、ね、3000か違う5万、やばいなみたいな、そういうのそうそうそう、別にあのスポーツじゃなくてもさ、例えば将棋とか、そうそうそう、なんかいろんなのあるやん、うん、始めました系、将棋してるおじいちゃんとかおばあちゃんとか始めました系で、あのちょっとコラボできる人探してさ、対談しよう、そうやな、やっぱりでも、上達しようとする気持ちは一緒やん、そうやね、そこは、うん、間違いなくシンクロするところ、そうそう、だからまあな、畑違えるさ、共通するものがあってきっといい話になると思うよ、じゃあデブじゃあかんの、まあこれで頑張ってますって言われてもね、ちょっと説得力ないですよねいやでも痩せましたよ、そんな急に痩せた、やめろよ、さっきデブディスっとったよ、言ってない豚肉食いたいなって言ってた豚言うてるやん、いや今日晩飯豚肉やから豚って言ってもらったよ、よかったな、それだけの話、後ろやろう、タックション、はい、よし、ザッ、はい、バック反面、はいはい、用意スタート、
なんかはいはい、時間ないよ。